母さん本当色は白い白いですね。なんか雪のようにそうなんですよ。焼けない、赤くなっちゃう。はい、あで私と一緒じゃないかな。顔はね、まあ、何回か当たってたらちょっと黒くなるんで、赤黒くなるんですけど、ね、はい、うん、でも背中とかを、あんまり最近何年も出してないから、はい、痛くなるだけなんでやらないんです。あ、なるほど。なんかちょっとなんか変態みたいなこと言うようですけど胸が綺麗だなみたいな色素がね薄いからあの、うん、すごくこう綺麗な色をされてる。そうそう、動画でここだけ映しとけばあもう稼げ女性かと勘違いしちゃう、ね、そうですよねきっとね、うん、それ面白いんじゃないですかね、はい、実はみたいな釣り目のおっさんみたいな そこでヒゲ面を出すみたいな、うん、ジロボディね。でもちょっとね、ゲイの人とかだったら大喜び。そう、ほんまそうですね。ほんまないでしょうね。一回でも2丁目行ったろかなとか思って、ね。あ、帰ってこれなくなりますよ。もう連れてかれますよ。でもまあ負けないか。腕力あるからね。気持ちいいですね。気持ちいいですか。あんまりやらない人多いんですけど、いいですよね。気持ちいいんですよね。そうですね。やるとハマりますよ。で首の凝りがきつい人ってもうなんか軽く押してももう痛いから、はい、こういう時はなんかオイルで流す方が気持ちよく早くほぐれる。うん、そうかかった方がいいか。有名人の。大丈夫か。やっぱりいいですねこれ。そう最近顎のたるみが気になる。ああ顎シャープにしましょうね。取ってるんですね。面白いな。すごいですねこの。うん。うん。シャープになりますよ。顔のむくみが最近ひどくて、うん、あお酒飲むこと増えてるんですか。最近東京来たら毎晩飲みますね。あお友達と会われたりとかでですか。いや大井久保の彼らと、うん、あそっか、ふるみちゃんたちと。そうそう、なるほど。お酒強くないんですよね。強くないですけどね、うんうん、でもね、うん、最近頑張ってますよ。頑張ってるんですか。2杯までが限界かと思ってたら、うん、はいはいはい、最近4杯ぐらいまでいけるよ。あ、梅酒のなんか弱いやつとかでも、うん、もう半分缶の半分とかでもう真っ赤です。すぐ酔う。いや僕もすぐ真っ赤にはなりますけどね。あ、でもその後も飲めるっていう感じなんですね。うん、ですね。鍛えればなってくるんですね。いや、ないもん。昔は本当にお酒美味しいと思ったことがなかったから。あ、美味しくないですよね、うん、でも最近はね、夜風呂上がりの喉の潤いは、ビールを飲まないと潤わないみたいな、水じゃダメだみたいなな風になってきてね、お、俺いけるようになってきたやんつってちょっと喜んでるんですよ最近。喜んでるんですね。でもそのせいでむくんでるじゃないですか、お酒が。そうね、お酒飲むとやっぱ顔むくみますよ。あ、そうなんや、なるほど。デトックスしやなあかんな。そうですね。飲酒後のデトックスはどうすればいいんですか。なんかやっぱぬるま湯飲むとか
なんかぬるま湯に浸かるとか、体を右にねじるといいとか、肝臓を活性化するみたいな。右にねじる。確かそうでしたね。そういえば水谷さんもあの、ケンさんと3人で朝まで飲んだ時に言ってあったわ、はい、風呂になんかぬるま湯、そうそう、ぬるま湯入るとか使ってデトックス完了とか言って、そう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 、なんかね、中島ラモさんもね、ぬるま湯に使ってると酒玉が出るって言ってましたよ、口からフワーっと。何それ。酒の塊、なんか酒の木が昇って、なんか口から出ていくって言ってましたよ。はい、ラモさん面白いですよね。ラモさん、あ、ラモさん読まれます？わーい、中島ラモさんいいですよね。ね、亡くなっちゃってちょっとショックでしたけど、昔ね、母親がラモさんのこと好きでね、へーへーへー、それの影響でラジオ聞いたりとか。あー、すごい、ラジオ聞かれるって思う。あ、でもやっぱ関西ですしね。そうそう、へー、あの人もすごい ね、ラモさん私好きですよ。ラモさんのね、いいんだぜっていう曲があってね、はい、全てを受け入れるぜっていう歌なんですよ、うんうん、もうどんなマイノリティも俺んとこ来いっていう歌なんですよ、うんうん、すごい泣けるんですよあれ、すっごい歌です。それは知らんな。そうです、まあちょっともう放送禁止になっちゃうような表現が多いので具体的には言えないんですけど、もうとにかく愛が、愛あふれる歌ですね、うん、ラモさんらしいですね。ラモさんらしいですね。全ての人類に、うん、というか、まあこう優遇されない人間への愛をすごいぶちまけてくれてる感じですね。ああ、なるほど。普通にモテる人たちはもう無視なんです最初から、うんうん、もう大変な思いしてる、俺も一緒よっていう感じの、うん、そうそう、俺もそうだからねっていう感じで、うん、いいじゃんっていう、その俺は認めるぞっていう、うん、俺はお前を抱きしめるよっていう歌なんですよ。あ、それ共感読みますわ。もう最高にかっこいいんですもん、うん、もうそれでラモさんの声がガラガラで、うん、それがまたもう胸を打つんですよ。もう魂削って生きてんなみたいな感じでね、うん、すごいかっこいいです。なるほどね。お顔はどうですか？お顔もされて歌うこと初めてです。初めてですね。どうですか、お顔は？いいですね。ストレスはね、お顔とか頭にきますからね。そうですね。結構花粉症もあれなんですよ、ストレス強いと強く出ちゃうんですよ。あ、そうですか、ね、まあ、ゆったり過ごしてるとあんま出ない。煙突っていう壺が喉のイガイガ感を収めてくれます、はい、おお、ちょっと苦しいですか？いや、ちゃんと来てます。うん、あ、結構気持ちいいですね。そうなんですよ、体が必要なことは気持ちがいいんですよ、最近耳掃除してませんよ。あ、大丈夫ですよ。耳の中はやらないんで。はあ、これね、耳掃除、はい、前は痛いんですよね、耳の中が。あら、まあ。右が。あら、まあ。で、一時期毎日してたけど、うん、それダメでしょ、うんうん、なんでですか？なんか怪我しちゃってるんですか？いや、わかんない。昔からですね、右があんまり奥まで綿、うんうん、あの綿棒とか突っ込めないんですよね、うん、痛くて、でも難聴でもないです、ちゃんと。ありますか、耳垢のタイプとか、なんか粘膜のこう丈夫さとかあるんですかね。うちの子も結構耳掃除すごい嫌がるんですよ、痛がるって、うんうん、そう、音やってても痛い痛いって言うんですよね。耳かきやってくれるとかあるでしょ、うん、ありますね、ありますね。あれダメですよ、怖くて。あ、ですよね、自分でやっても痛いんですもんね。人にされるのはもう絶対ダメ。嫌だっすよね、その自分が痛いんだから、
自分が気持ちいいなら人にやられたらもっと気持ちいいだろうなって思いますけどね。そうですね。結構耳 やりやすいです、下川さん。柔らかいですか？耳柔らかいですね、割と。おいい感じの大きさと柔らかさが。マジですか？形状とか硬さで やりやすい人やりにくい人いるんですよね。うん、僕耳あんまり凹凸ないでしょう。ないないですね。ペラーンとペラーとしてますね、うん、あんまり人の話聞かないですよねえ、そうですか、うん、僕一応聞いてるふりはしますけどあんまり聞いてませんからね実は あんま覚えてないですか、ね、あ、私もでも結構そういうとこある、うん、耳の形状関係あるんですかね。ね、嫌かもしれないですけど、ちょっと下川さんと私似てるとこありますよね。そのちょっとそんな気がするんですけど。適当なところでしょ。そうそうそう。そうね、なんかあんまり深く考えないとことか、考えてます。なんかもしそうだったらすいません。なんか割とちょっとあやったろうみたいな感じでやる方かなと思って。そうですね。そういう感じありますよね。うん。どっちかっていうといちいち深く考えたりしないで。うん、そうですね。それはありますね。ね。あんまり世間体を考えへんっていうか。あ、はいはいはい。そうですよね。やっぱピンクの靴履く人はね。あんまり世間体は考えてないと思う。いや、それはかっこいいと思って履いてますからね。そうですよね。かっこいいでしょ。かっこいいですよ。ピンク、オレンジですけどね。あ、オレンジか。あれ、ピンク持ってなかったですっけ。ピンク靴、ないです、ね。ないですか。すいません。靴下とかですか。靴下もないですか。あ、ありますね。なんか下川さん蛍光ピンクみたいななんか色を足元につけてた気がして何かで、いや、なんかそういう話があっただけかもしれないんですけど、はい、なんとなくなんか下川さんは派手なものがお好きっていう、派手ってわけではないんですね、色が綺麗だからと思ってるっていうことですかね。なんかね、ええ、一色バーンって色欲しいですね。強い色がね、はい、はい、似てるかもしれませんね。なんかね、ちょっとね、うん、全然下川さんの方がきちんとした人ですけど、なんかちょっとね、エガちゃん好きなんですよね。好きですね。エガちゃんスタンプ。私もエガちゃんすごい好きで、はい、私エガちゃんの番組出たことあるんですよ、2回ぐらい。すごい。絡んだんですか？絡みましたよ。エガちゃんにちょっとこう見せてもらったりしたんです。何を？何を何でエガちゃんに見せてもらった俺見ろって言われて、はい、近くでこうめくられたんで入ってて見せてもらったんですよ。何収録中、スタジオで、はい、そう収録中に、はい、俺のこと好きなのかって、はい好きですつって、じゃあ見ろってわかりましたつって、ありがとうございますって見ときました何の番組やったんですか？ね、TPP するぞっていう、うん、はい、はい、インターネット放送ですかね、はい、なんかテレビでやってるわけじゃないんですけど、はい、そうなんですよね、決まった日にこう、うん、公開してる形で、はい、で DVD にもなったりみたいなやつですね。すごいな。ケンさんもテレビ出てはるしね。ああ、はいはいはい、オードリーのお二人に。ああ、やってましたね。ね、なんか交番もんだりしてましたよね。あ、もしかしたら。そうそうそう。なんか春日さんの、うん、なんか春日さんを四つん這いかなんかにさせて、なんか、はい、股の方に手を入れてましたよ。交番マッサージってでもありますね。あ、ありますよね、うん、タイとかであるんですよね。そう受けられたことあります？ないですね、行ってみたいですね。ああ、男性やっぱやってみたいと思うんですね。あれ、でも痛くないのかなとか思って。痛くないらしいですよ、上手い人がやるとね。うん